ミッドサマーは2019年公開のアメリカ合衆国スウェーデン合作のホラー映画。監督はアリアスター、主演はフローレンス・ピュー。現代はスウェーデン語で月祭を意味する。アメリカの大学生グループが留学生の故郷のスウェーデンの月祭へと招かれるが、のどかで魅力的に見えた村はキリスト教ではない古代北欧の異教を信仰する。 カルト的な共同体であることを知る。この村の月祭は普通の祝祭ではなく、人心獄を求める儀式であり、白夜の明るさの中で、一行は村人たちによって追い詰められてゆく。大学生のダニーは、精神的な疾患を抱えていた。ある冬の日、同じく精神疾患だった妹が失踪し、両親を道連れに一酸化炭素中毒で無理、侵入してしまう。 自身の疾患と家族を失ったトラウマに苦しみ続け、恐怖の底に追い詰められているダニーを恋人のクリスチャンは内心主に感じながら別れを切り出せずにいた。翌年の夏、ダニーはクリスチャンと一緒にパーティーに参加した。席上、彼女はクリスチャンが友人のマーク、女子と一緒に同じく友人であるスウェーデンからの留学生、ペレの故郷である、 ホルガ村を訪れる予定であることを知った。クリスチャンはペレから自分の一族の故郷で今年下司祭が開催される。下司祭は90年に一度しか開催されないので見に来てはどうかと誘われたのである。大学で文化人類学を専攻するクリスチャンは学問的関心もあってホルガ行を決めたがスウェーデンに息をダニーに隠していたいもあり話の流れから仕方なく。 ダニーも誘う。ダニーらはスウェーデンに渡り、ペレの案内で、ヘルシングランド地方に位置するコミューンである、ホルガを訪れた。一行は、森に囲まれた草原という幻想的な風景と、白い服を着た、親切な村人たちに初めは魅了される。一行は同じくよそ者で、ペレの兄弟分のイングマールに誘われて、ロンドンから、ホルガにやってきたサイモンとコニーのカップルと合流し、 イングマールからマジックマッシュルームを進められる。キノコによる幻覚の中でダニーは妹の幻を見る。村には夜が訪れるが、白夜のためいつまでも昼のような明るさのままである。翌日から始まる下司祭はただの祝祭ではなく、ペーガニズムの祭りであった。そうとは知らずに参加したダニーは不安と恐怖に苛まれていく。 草原のテーブルでの全員揃っての食事など下司祭の儀式が粛々と進むが、アッテストパンの儀式が始まると、よそ者一行の中に緊張が高まる。コミューンの中の年長者の男女二人が高い崖の上に姿を現し、おもむろに身を投げるという起労の儀式が行われた。身を投げた者の,のうち女性は即死するが、男性は下半身から落ちたせいかまだ生きており、村人たちは、 男のうめき声を真似ながら身をよじって叫びハンマーで頭を叩き潰してとどめを刺す。村の長老である渋はショックを受けたダニーをはじめとするよそ者たちにこれはホルガの死生観を表現した完全に普通の文化であり村人は全員72歳になると同じようなことをしなければならないのだと説明する。ダニーたちはペレの懇願と決裁の研究で 文化人類学の論文を書かなければならないという助手の必要性からホルガに残ることにする。軽率なマークは村の神聖なきにそうとは知らずに立証弁をしてしまい、村人の間に怒りが湧き起こる。一方、サイモンとコニーは途中でホルガを出ることに決める。荷物を集めるコニーに、 村人はサイモンが列車に乗るために先に村を出てしまったと話すが混乱したコニーは一人で村を出て行きその直後遠方では女性の叫び声が響くクリスチャンもホルガ村のことを論文のテーマにすることを決めるがテーマを盗むつもりかと疑う女子との関係が険悪になる女子はルーン文字で書き継がれてきた村人の指針となる聖なる書であるルビラダーについて もっと教えて欲しいと村の長老に懇願するが、絶対に読んではいけないと断られる。今ルビラダーを書いているのは、近親婚によって、障害を持って生まれ、いわば村の神官となった人物で、村のあちこちに絵も描いているという。夕食時、マークは、村の魅力的な女性に誘われて、どこかへ消える。クリスチャンの食事の中には、女性の陰謀が混ぜられていた。 誰かが彼とのセックスを願って、この村の伝承通り自分の陰謀を混ぜるおまじないをしたのだろう。その夜、ジョシュは神聖な建物に忍び込んで、ルビラターを盗撮するが、突然現れたハンラの男に邪魔をされる。その男はマークから剥ぎ取られた顔の皮を被り、下半身の皮を履いていた。ジョシュはハンマーで頭を殴られ、その体はどこかに引きずり出されていく。翌日、 ダニーはドラッグが入ったお茶のような飲み物を村人から勧められる。彼女は村の女性層でのメイポールダンスの大会に参加させられ、全員で手をつないでメイポールの周りを何周も何周もする。最後までダンスを続け立つことができたダニーが優勝し、メイクイーンとして花の冠をかぶせられ、村を更新する。一方クリスチャンもお香りのようなドラッグを摂取させられ、 村の建物内で性的な儀式に参加させられる。彼は服を脱がされ、全裸の女性たちに取り巻かれながら、彼の子種を孕むことを望む村の女性に強姦される。女性たちの林声を聞いて、建物に近寄ったダニーはクリスチャンがセックスをさせられているところを見て、パニック障害を起こし、ついてきた女性たちもダニーを真似て、一緒に泣き叫ぶ。儀式後、 意識朦朧としたクリスチャンは全裸で飛び出して村をさまよう。やがて地面に埋められた助手の足、生きながら解剖され、背中から取り出された肺を翼のように広げさせられ、天井から吊るされるという地の足のような処刑をされたサイモンの姿をそれぞれ発見するが、再び気を失わせられる。メイクイーンとなったダニーは集まった村人たちから、 コミューンから悪を追い払うために9人の生贄が必要なのだと説明される。ペレとイングマールに誘われたよそ者であるジョシュ、マーク、コニー、サイモンの4人。最初に身を投げた老人2人と自ら生贄に志願して、これから死ぬイングマールとウルフの2人。ダニーはあと1人の生贄をよそ者のクリスチャンにするのか、それとも抽選で選ばれた村人のトービヨンにするのか。 選択を迫られる。彼女は、不可抗力とはいえ、浮気をされた怒りから、恋人のクリスチャンを生贄に選択する。半ば意識を取り戻したクリスチャンは、自分が腹を裂かれた熊の体に全身をくるまれ、イングマールと、ウルフと共に黄色い三角屋根の神殿の中にいる、ことを知る。やがて神殿に火が放たれる。体に火がついたウルフの絶叫を、外にいる。 村人たちも真似て叫ぶ。開始直後は苦悩と恐怖で泣いていたダニーだったが、神殿が焼け落ちてゆくに従い、何かを悟ったように微笑み始める。本作のラストシーンについては、様々な解釈がなされているが、アスター監督は、ダニーは狂気に落ちたものだけが味わえる喜びに屈した。ダニーは事故を完全に失い、ついに自由を得た。 それは恐ろしいことでもあり、美しいことでもあると脚本に書きつけている。登場人物のうち、ホルガの住人たちは主にスウェーデン人俳優が演じており、そのうちの何人かにはスウェーデン語を話す場面がある。また、ダニーの家族などの脇役数名は、ハンガリー人が演じている。スウェーデンの月祭のメイポール2018年5月8日、A24 が、 アリアスター監督の新作映画の制作を開始しており、全米配給をも手掛ける予定だと報じられた。制作サイドから、スウェーデンを舞台にしたホラー映画の監督を務めて、欲しいとのオファーを受け取ったとき、アスターは、ストーリーを思いつけそうにないという理由で断ろうと、した。しかし、なんとかアイデアをひらめくに至ったため、そのオファーを受けることにしたのだという。月日、 フローレンス・ピュー、ジャック・レーナー、ウィル・ポールター、ウィリアム・ジャクソン・ハーパー、ビルヘルム・ブロングレンダがキャスト入りした。なお、本作の主要撮影はハンガリーのブダペストで行われた。2019年3月5日、本作のティーザートレーラーが公開された。5月14日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。6月18日、本作は ニューヨークのアラモドラフトハウスシネマでプレミア上映された。当初、本作はアメリカ映画協会から NC-17 指定を受けたが6週間にも及ぶ再編集の末に R 指定へと引き下げられることになった。なお、アスター監督は原稿版より30分以上長いエクステンデッド版を世に出すつもりだと述べており、もともと 本作のファーストカットは3時間45分にも及ぶ、長大なものであった。2019年8月17日、本作のディレクターズカット版が、初めて上映された。日本では2020年2月21日から、R15 指定で上映された後、ディレクターズカット版が、同年3月13日から、R18 指定で上映された。本作は、スパイダーマン、ファー。 クロムホームと同じ週に封切られ、公開初週末に700万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、その予想は的中した。2019年7月3日、本作は全米2707巻で公開され、公開初週末に656万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場6位となった。本作は批評家から絶賛されている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには71件のレビューがあり、批評家支持率は89%、平均点は10点満点で7.93点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は野心的で見事に作り込まれており、観客の心を大いに揺さぶってくる。ミッドサマーによってアリアスター監督はホラー映画の巨匠とみなされるべき人物であると、 またしても証明された。となっている。また、メタクレッティックには54件のレビューがあり、過重平均値は72、100となっている。なお、本作のシネマスコアは C となっている。ありがとうございます。